TDRS は、NASA 及びアメリカ合衆国政府機関によって、スペースシャトルや国際宇宙ステーション、人工衛星との通信に使用されるデータ、中継衛星のシリーズであり、またその衛星を使ったネットワークである。スペースシャトルの退役に伴い、一時的に TDRS の通信需要は減少したが、欧州補給機、日本の宇宙ステーション補給機、米国の商業補給船ドラゴン、 シグナスとの通信にも使われているほか、ISS の実験活動拡大に伴い、通信容量拡大の要求は増加している。TDRS-TDRS システムは NASA の運用するすべての有人宇宙ミッションにおける通信を行う地上局による既存のネットワークを置換できるよう設計されている。その大事の目標は、宇宙機が地上と更信できる時間を増加させ、 転送できるデータ量を改善することにある。第3世代の TDRS は以下のサービスを提供する。初期の7つの衛星は TRW 社によって開発された。それ以降の機体はボーイングサテライトシステムズによる。合計11機が打ち上げられており、うち8機が現在稼働中である。初号機は1983年にスペースシャトルチャレンジャーによる。 最初のミッションである STS-6 により宇宙に運ばれた。チャレンジャー号の軌道から正式軌道に衛星を運ぶための完成上段ロケットはボーイング社が開発したが、これが正常に働かなかったため、やむを得ず衛星に搭載されたスラスタを使用した。このため衛星の運用上の寿命が縮まると思われたが、実際には予定運用期間10年の2.5倍に、 当たる25年を2008年5月に迎えた。TDRS-1 は2009年10月に利用を終え、2010年6月に正式軌道から外され運用を終了した。TDRS-4 は2012年5月に運用を終了した。2号機は1986年にチャレンジャー号の10番目のミッションである STS-51L で打ち上げられたが、 打ち上げ直後の爆発事故により失われた。その後の5機は別のシャトルにより正常に打ち上げられた。残りの3機はアトラスイヤーにより2000年と2002年に打ち上げられた。TDRS の地上局はホワイトサンズ複合施設に設置されており、アメリカ大陸の西側と東側上空の正式軌道に位置している。TDRS と通信を行っている。その他、 インド洋上空の TDRS とは、グアム局を通じて、衛星で通信を中継している。これにより、ほぼ軌道一周回の通信をカバーできる。ただし、インド洋上空の TDRS は、シャトルミッションなど、優先度の高い運用にしか準備されない。これら二つの地上局の指揮、管理は、ゴダード宇宙飛行センターで行われている。また、 2016年までのシステム更新に伴い、メリーランド州ブロッサムポイントに新たな地上局が設置される予定である。TDRS は、米軍や米国以外の宇宙機関、商業企業も使用しており、ウラ社のアトラス V ロケットなどの追跡にも使われている。TDRS のバンド幅いっぱいを1分間使用した場合の費用は139ドルで、現金での取引ではなく、 価格データと引き換えにする場合もある。NASA は現在1分間あたりのコストで課金するプロセスを廃止しようとしており、使用パーセントに移行する方向。2014年からは軍事使用での経費の支払いは廃止された。これは年間約70ドルミリオンから80ドルミリオンに相当する。ありがとうございます。